はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちらアシェットの週刊黒金の城マジンガー Z を作る、こちらの、30号をやっていこうと思います。はい、で、前回の前回の号の29号ですね。29号の巻末のところの、次回予告のところには、手括弧右を組み立てるって書いてあったんですけれども、今回は、ホバーファイルダーを組み立てるになります。なんか製造上のなんかがあったのかなのかわかんないですけども、たまにあるんですよね、アシェットね。アシェットも、まあ、デアゴスティンもたまにありますけど、たまに予告と全然違うものが来るっていうことたまにありますんで、今回はホバーパイルダーを組み立てる1ですね。ホバーパイルダーを組み立てる1の作業をやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では早速作業をやっていきましょう。履いてる部品はね、こんな感じになりますんで、これを組み立てていきます。で、まずは、これの、エンジンのノズルですね。ノズルのパーツ、これスライド金型になってるわ。頑張ってますね、成形ね。モナカかと思ってたら、これの、R って書いてる方ですね。R って書いてる方をまず切り出します。 R って書いてる方を切り出して、でその後ろに、ノズルを取り付けるんですけど、ノズルは特にどっちというのはないのかな。これはどっちというのはないのかな。そうなんだよ。あ、一緒ですね。このパーツは左右一緒なので切り出してあげて、で、ここに接着するんですが、これは結構緩いから接着しちゃおう。これさ、素材何なんだろうな。高強度ポリスチレンって書いてあるんですけど、 PS ってことだよな。これで接着いけると思うんだけど、ちょっと不安だから、不安だし、ちょっと隙間が結構あるので、こっち使っとこうか。これは瞬着ですね。瞬着ハケタイプの瞬着ですけど、これを内側に塗って、ちょっとね、この瞬着がもうだいぶダメになってきてて、やたら糸引くんですけどね。よいしょ、これでいいでしょう。つけてあげる。あ、左ももうやるのか。で左の方も切り出して、瞬着捨てようかな。もう糸の引くのがすごい。で、これもここに接着と。よし、こんな形でくっつけてあげます。そしたらこれをこのパーツ、もうすでにね、この電池ボックスの端子とかがついてるんですけども、このパーツのこの部分ですね、
ここの部分に、まず左、L の刻印が入ってる方をここにセットして接着。これつくかな。あ、いけそうだな。じゃ接着で反対側にも同じように R の刻印が入ってる方を接着。こういう感じにしてあげたら、次にこの上にこのカバーをかぶせてあげる。カバーをかぶせてあげて、で下から、ネジで固定。ネジ2種類入ってるな。ちょっと待ってよ。ていうか、なぜ手を組み立てるっていう風に前回書いてあったのに、なぜオーバーファイルダーになってしまったのか謎なところですよね。で裏側からネジで固定。型ここと。でネジは こっちのタイプですね。こっちのタイプのネジ、こっちのタイプのネジでここを固定。よし、はい、こういう感じ、こういう感じになります。したら次に、こっちに来て、この基板ですね。この基板を出してきて、これはどこにあるのが正解なんだろう。一応ね、説明書の A で見ると、この電池ボックスから生えてる配線はなんかこの辺にいてるんですよね。どこに行くのが正解なんだ。なんかよくわからんな。とりあえずは関係ないのかな。あ、違うわ。この配線、この配線を基板のここに刺すんですね。基板のここに刺してあげて、どうちょっと待ってよ。これ向きが違うな。一回これ下に抜いた方がいいのかな。向きがな、こう向きよな。こうコネクターなんでね、向きが決まってる方向にしか刺さらないので、その向きをちゃんと確認して、このままつけるとスイッチの位置が逆にいっちゃうな。そうか。とじゃあ一回外して、これね、どう言ったらいいかな。配線の生え方がおかしい。こう向きでつけないとあかんねんな。
この基板から生えてる配線はここの穴を通って、ごめんなさい、ちょっと見にくくてごめんなさいね、上に抜けると、上に抜いて、あ、だからもう基板先にここに固定してからやった方がいいのかな、固定はしないのか、お？そうだよ、スイッチがね、スイッチがこのホバーパレードの後ろ側に来るように、ここのスイッチが、来るようにこの基板をここにつけてあげたら、そこに刺さるようにこの配線を、電池ボックスからの配線をつないであげるといいですね。ここはね、配線がちょっとねじれる形になるんですよ。ねじれる形になるんでちょっと違和感があるんですけど、まあ、こんな感じで取り付けてあげると、はい、そしたら、これは固定はしない？この基板は固定しないの？あ、固定しないんだ。で、次にこのモーターですね、これめっちゃちっちゃいモーター、このめっちゃちっちゃいモーターを、モーターの配線を、こっち側だな、こっち側の基板のここに、基板のここにこの配線を差し込みます。これもね、向きがあるので向きを気をつけて、ちょっと差しにくかったら少し基板を引っ張り出してあげて、まっすぐね差し込むようにしてあげます。こういう感じで差し込んだら、ここを配線を通して、で、ここにこの7号についてたこのホバーバイルダーの、主翼をくっつけてあげます。よいしょ。で、このパーツ、まずこのパーツをここにセットして、で、ここにモーターをセットする、として配線は前側を通すって書いてあるんですよね。前側を通すのはいいんだけど、むちゃくちゃ配線が余るんだよな。こうして、でここを通して、でこの配線をね挟まないようにね、上のパーツをつけていかないとダメなので、ちょっと気使うけどこうしてあげたら、上からこのパーツで挟む、よいしょ、こう挟んであげて、で、もう一個のこのビスでネジを締めてあげると、よし、こういう感じ、まあ、配線が挟まってないことを祈りましょうで、ここ配線が結構余るんでね、これはどう処理したらいいのかな、特に書いてないんだよな。まあとりあえず後々出てくるでしょう。そしたら最後ここに、このローターブレードを取り付けるんだけど、これも向きがどっちでつくんだ、こっちかな、これでいいのかな、こういう感じ、こういう感じでローターブレードがくっつきます。で
この後ここに、このクリアパーツ、クリアパーツをはめ込む。でこのクリアパーツは左右の指定はないんだけど、インアウトの指定があって、裏側のピンが太い方が外側になるので、その向きを固定し注意して差し込んでる。で緩いな。でちょっと緩いから接着しとこう。よし、うん、うん、赤いパーツの上にねクリアパーツを貼ってるからクリアパーツがほぼ見えない。なんかちょっとやだな。これ外せるかな。外せる。よし、あ、接着剤がいっぱいついちゃった。ここはねちょっと嫌だから、奥にこれシルバーとかをね、この穴の奥に塗っといた方がいいかもしれないですね。ちょっと見栄えがいまいちになっちゃう。シルバーを、これエナメル塗料ってやつですけど、シルバーをねこの穴の奥に塗っておく。クリアパーツの裏側に塗るのでもいいですけどね。こうやって塗ってあげて、でその上からクリアパーツをつけてあげる。でまあ、こんな感じでね、シルバーを塗った上からこのクリアパーツをつけてあげると、ちょっとこのクリアパーツの見え方が変わるんでいい感じになると思います。ちょっとまだ塗装乾いてないんでね、まだつけれないですけども、ちょっとこれで乾かしましょうか。はい、ちょっと一旦カメラ止めます。はい、そしたらここのシルバーが乾いたので、ここにクリアパーツを入れていこうと思います。でこれつけるときにプラ用の流し込み接着剤とか、セメント系の接着剤使っちゃうとこのシルバーが溶けてしまうので、こういうときは、必ずゴム系接着剤を使うようにしましょう。こういう感じ。さっきはねほぼこのクリアパーツの色が見えなかったんですけど、裏をシルバーにしてあげることでね、こんな感じになるようになります。こういう感じで、おそらく構造的に言ってここにね LED がつくと思うんですよ。 LED がつくと思うんで、 LED がこっから光を照らすときに、ここにシルバーが入ってるとより色が綺麗に、発光が綺麗に光ってくれるっていうのもあるので、こんな感じでやっとくといいと思います。ちょっとしたことですけどね。こういう感じね。
しておきます。はい、そしたらこれで一応今回の作業は終了になります。この2つは今回ちょっと使わないので、取り置きっていう形になりますね。はい、で、次の、31号はちょっと画像がないですけども、ホバーパイルダーの組み立て2っていうことになるので、おそらくまあこれの続きをやるっていう感じになるんだとは思うんですけど、まあ、今回のことがあるんでね、来週やっぱり手作りますみたいなこともあるかもしれないので、また来週作業をやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。